アデンはアラビア半島南端。アデンは二面するイエメン共和国の港湾都市。現在、の人口は約59万人で、同国、第2の都市である。1990年の南北イエメン統合までは、イエメン人民民主共和国の首都であった。16世紀のアデン古くから欧州とインドを結ぶ、通称の要衝として注目され、マイニアンズ、ヒメアリテキングダム、アクスム王国。 サーサーアン・アサが知られている。アッパース朝の時代にイスラムが伝来している。ロスリド朝末期の15世紀には民の平和が寄港している。16世紀にポルトガルとオスマン帝国がここを支配していた。その後はエジプトの支配を経てイギリスが1839年から海軍基地を置きインド支配のための船舶を海賊から守った。1937年にイギリスは アデン植民地としてインドから切り離し、急速に公安として機能が充実し、人口が増加した。1956年にスエズ運河が閉鎖されたため製油所が作られるなど、アデンの重要性はさらに増した。1967年にイギリスからイエメン人民民主共和国が独立し、政府が社会主義の新素政策を取ったことから、アデン港は、 ソ連海軍の基地ということで重要視されるようになった。ソ連海軍の艦船の機構はソ連の弱体化とともに縮小し、代わって1990年代以降はアメリカ海軍の艦船の機構も見られるようになった。1992年12月、アルカアイダが米国政府要員の宿泊ホテルに爆弾を仕掛け2名が巻き添えで死亡。2000年にはアデン抗議で アルカイダによる犯行とされる米韓コール襲撃事件があった。2015年2月に首都サナーから逃れてきたアブドラッポ・マンスール・ハーディ大統領がアデンを暫定首都と定めたが、3月末には風刺がアデンの主要地域を支配下に置いた。2019年8月7日、南部暫定評議会がアデンを攻撃、同月10日、 市内の暫定政権側の大統領宮殿を占拠した。アデン旧市街旧市街の通り支部は、アデン半島と対岸のオリトルアデンまでの3日月型の地域である。中心は、アデン半島で標高551メートルの日なり岩の岩山を取り巻くようにして街並みが広がっている。住民は90%がアラブ人であるが、インド人、パキスタン人、ソマリア人等もいる。 アデン市一帯は不毛の火山岩自体で、黒い、切り立った、険しい岩山が、街並みの背後にそびえている。その岩山の稜線に沿って古い時代の城壁や、トルコ軍の砦の遺構が見える、インド洋から湿った熱風が吹きつけ、年間を通じて気温は高く、1月の平均摂氏25.5度、7月は、 摂取32.2度、年間航雨量は約40ミリメートル。古くは、航海、インド洋航行の要所として通過する船から航行量を徴収した。20世紀まで入港、石炭、木炭、塩、コーヒー、小麦の生産、積み出し敷地と国内生活物資の輸入基地であった。近年がすでんが発見されたことから、 液化天然ガスの輸出基地となった。サウジ主導のイエメン空爆続く。ハディ大統領は、エジプト入り CNN2015.0328SAT 派とイエメン南部独立派が、大統領宮殿選挙、内戦の中の内戦で人道状況悪化の懸念。AFP2019 年8月24日、閲覧。エーデンクライメートウェザーアベリッジス。 イエーメン。ウェザーにトラベル。2014年2月11日へ閲覧。ありがとうございます。